磨いていくと、うん、その先は明るいのかななんていうのをね思います。何回かこうやってボール引っ掛けることが成功してますからね。ドゥドゥがここも行きましたが、降りてきて受けた山田浩太、前を向くスルーパス出てきた、加藤か、加藤折り返し、判断先生山形が取って、で加藤選手はもう速いボールを流し込むというと、八田中原内側判断、さあニアゾン取るか、判断折り返し、こぼれた、ビリーシュース、追加点山形。と言っていいと思いますね、はい、決めたのはビニシウスですけど、ビニシウスが決めた後に半田選手のスパイクを磨いたのは、あのチョンテスが流れてきたボールですが頭に当たって枠を叩きました。短く始める、戻して遠いサイド、1点返しました町田。ボールサイドに引き出したというかラインを上げたところを土井選手が、チョンテス起点を作った、逆サイド同点、太田落としどころもいいし、はい、まあ、ここそうですね、平戸選手、吉尾出てきた、右平戸そこに出してきた、平戸折り返し倒れるが PK、 こう背中から肩を当てにいったというような、やはり左でした、町田逆転、そこ届かない、セカンド拾って安井から逆に持ってきた、前に置いた、左足、4点目平戸、でこの胸でのコントロールも、まあ、もちろんハンダリック選手が届かないと、後半だけで4得点です。ここもチョンテセが、チョンテセ決めました、5点目です。町田ということと、チョンテセ選手ここしっかりとキーパーの股が開くのを待って流し込んだと、はい、早く始めてマイナス気味、ピリシウスへ、マルチノス来た、突き刺して1点返します山形。これもパスではなくて復活選手のちょっとボールつついたボールが目の前にこぼれてきたので、ただタイムアップです。鮮やかな逆転劇、町田3試合ぶりの勝利です。